坂井忠春は埼玉県三里市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。修徳高等学校では本来は遊撃手であったが、教権を買われ2年生からエースとなる。1987年夏の東、東京大会決勝に進出するが、提供校の芝草空と投げ合ったが、準優勝。翌1988年夏は、エース、一番打者。 首相として再度、東東京大会決勝に進むが、日大一行に三から四で赤配し準優勝。1988年度ドラフト会議で、中日ドラゴンズから5位指名を受けて入団。ドラフトでは、投手指名だったが、プロ入り後すぐに、内野手へ転校。1991年から控えとして1、軍に定着した。1992年には、シーズン中盤に、 ダネタ人氏が欠場したこともあり、遊撃手として37試合に先発出場。しかしその後は、守備要員として起用されることが多く、1995年オフに、前田義長、平沼正治、樋口和則との交換トレードで、二村徹、山本康史と共に、千葉ロッテマリーンズへ移籍。移籍先でも主に守備がため要員だったが、 1999年には三塁手であった初芝清志が指名打者一塁手となり、その後継として三塁手の定位置を獲得。翌2000年には二塁手に回り、2001年には規定打席にわずか13打席届かなかったが、過去最高の打率266を記録。この時期は同じく名手と呼ばれた遊撃手の小坂誠と共に高い守備力を誇るに、 勇敢、三勇敢を形成して、チームを支えた。その後、2002年シーズンオフに、春と潮との交換トレードで、古す、中日に復帰。中日に復帰するも、翌2004年にはタイプが似ている、同じ内野手の河井正宏が加入。結局、ルーキーイヤー以来の一軍出場なしに終わり、自由契約となった。 12球団合同トライアウトで新球団の東北楽天ゴールデンイーグルスの新監督、田尾康氏の目に留まり、無償トレードで楽天へ移籍。2005年は遊撃手、三塁手、二塁手の三つのポジションをこなし84試合に先発出場。しかし、翌2006年は、主砲ホセ・フェルナンデスの加入と、若手主体へのチーム方針の転換により、出番が激減。 目立った衰えのないまま、同年のシーズンオフに戦力外通告を球団から受け、プロ野球からの引退を表明。2007年からは、萩本金一が立ち上げた、社会人野球チームの茨城ゴールデンゴールズでプレー福井ミラクルエレファンツでの監督時代2012年から2014年まで、b c リーグの福井ミラクルエレファンツの監督を務めた。 2014年10月22日に楽天の二軍内野守備総類コーチに就任することが発表された。主に二軍での若手指導に当たっており、2020年からは二軍内野守備バントコーチを務める。初記録説明の記録、ありがとうございます。